現在はスマホ一つで何でもできる時代。友人と連絡を取ることも、映画鑑賞することも、わからないことを調べることも、自ら情報を発信することも、商品を注文することも、お店で物を購入することもできてしまいます。ネットの世界で友人を作ったり、恋愛することだって可能なのです。しかし芸能人がネットで恋愛をしてしまうと、頭を抱えるのが芸能記者の方です。女優の本田翼さんがネット上で彼氏がいるのでは、と噂されることがありました。その相手がオンラインゲームで知り合った研修医だったのです。相手がゲーム上で知り合って、付き合うことになった一般人となれば、芸能記者の方々からすれば実質的に裏取りは不可能です。外でデートなどをしてくれないと何も動けません。きっとこれからの時代、こういう恋愛をする方もどんどん増えてくるのでしょう。しかもまだまだコロナウイルスも収束の目処が立ってない今、外でデートをする人は少なくなっていると思います。そうなってくると芸能記者の方々は大変でしょう。そんな中でもいつも大きなスクープを報道するのが、週刊文春です。週刊誌イコール、文春と認識をしている方も多いようで、名前が似ている、週刊新潮だけではなく、女性週刊誌まで、文春と間違われることもあるようです。それだけ週刊誌の中で、一番目立つ存在ということです。そのため、サラリーマンからキャバクラ嬢、政治家から芸能人まで、何かが起こるとまず文春に情報を持ち込むのだそう。しかし文春では採用されず、別の週刊誌に流れるといった、記事のお下がりが週刊誌界ではあるようです。中には文春のお下がりネタばかりを採用している週刊誌もあるのです。文春が世間の注目を浴びてる週刊誌だからこそ、垂れ込みをする側は、せっかくなら週刊文春で取り上げてもらいたいと文春に情報が集まってくるのでしょう。つまり文春は他の週刊誌よりも情報が集まってくるわけですから、大きなスクープにつながっていきます。お下がりネタばかりを集めていてもパンチのあるネタは書けません。文春の存在が他の週刊誌にとっては死活問題となっていることでしょう。今回は普段スクープをする側の芸能記者の方々にも焦点を当て、苦労話を紹介していきました。張り込んで、写真を撮って、記事にするというのが一般的な記者の方々の仕事に見えますが、芸能人側が情報漏れを恐れて慎重になればなるほど、記者の方々は情報をつかめず困ってしまうのです。芸能人の方々からすると私生活に踏み込んでほしくないのは当たり前ですが、需要がある限り、情報を発信していかないといけないのが記者の方々の仕事。双方の戦いはいつまでも続くのでしょう。皆さんはこのことについてどう思いますか？コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。